鈴木小太郎は日本の男性プロレスラー。本名鈴木康弘。血液型大型。プロレスとの出会いはプロレスゲームファイヤープロレスリングで最初に愛用するようになったキャラクターは三沢光春をモデルとした氷川光秀だった。実際の三沢をテレビ中継で目の当たりにし、同型の対象とするのはその後のことである。小学校時代は卓球部に在籍し、 中学、高校は、柔道部に在籍した。中学時代にはすでにプロレス技の練習にも励んでおり、三沢が噴する二代目タイガーマスクを真似し、プランチャやタイガードライバーを決めていたほか、ムーンサルトップレスにも成功していたという。日本体育大学ではジムで体作りに励みながら、その間に柔道以外の格闘技も経験した。 三沢に憧れて2001年3月に旗揚げして間も、ないプロレスリング、ノアの入門テストを受験し、約200人の応募者の中から合格する。さらには練習生の段階から、三沢の付け人となった。当時の合格者4人の中で唯一デビューまでこぎつけ、2001年12月24日の、ディファ、有明大会の対、佐野拓馬、金丸義信戦で、デビュー。 のは生え抜き第一号となった。デビューと同時に、三沢がリーダーを務めるウェーブに加入。デビュー当初は本名で出場していたが、2002年2月2日のディファ、有明大会より鈴木小太郎に改名された。太鼓のように打たれ強く、打ってば響く選手に、との願いを込めて三沢が命名した。2003年1月からは、丸富士聖堂に代わって、三沢の付き人につき、 2004年11月20日、最初で最後となった三沢とのシングル戦では、本家にタイガードライバーを決めたものの、最後はエメラルドフロージョンに敗れた。2005年3月5日の大谷慎次郎、高岩隆一戦、4月24日の丸藤、鈴木実る戦では、三沢のタッグパートナーとして指名された。2004年末に登場した。 タイガー・エンペラーと2005年7月18日の東京ドーム大会で登場した虫キング、テリーの正体と噂されているが、真相は不明である。2007年1月21日、リッキー・マルビンとのタックで、自身4度目の挑戦で、初のタイトルとなる GHC ジュニアヘビー級タック王座を獲得した。2007年7月、団体初の公式リーグ戦である、 日程礼拝ジュニアタグリーグ戦に、リッキー・マルビンと共に参加、日本武道館での最終戦にて、引き分けという結果に不完全燃焼を起こした、観客からノアでは珍しいほどの大ブーイングを受けた。2008年6月29日の後楽園、ホール大会では、名優のマルビンに、強烈なイス攻撃を食らわしコンビを解消、その後金丸と握手をし金丸、平柳原藩と組むことを選んだ。 同年7月13日、博多スターレーン大会で、ケンタ石森太志二組が保持する GHC ジュニアヘビー級タック王座に金丸と挑戦し31分の激闘の末に、レクイエムでケンタからフォール勝ちをし王座ダッシュ。その後は、ヒール道を邁進し、12月7日の再戦ではケンタを地祭りにして帰り打ちに成功する。その実績を買われて、 2009年1月25日の、後楽園、ホール大会のメインで、GHC ジュニア王座に挑戦。結果は赤敗したが、急所下痢、鉄柱攻撃、狂気攻撃、つぶしセコンド介入、西永周一レフェリーへの誤爆などでケンタを、またしても大流血に追い込む枠行を残媒で、新境地を開拓することに成功した。3月からは、新ユニット、 DIS をベイの一員として、モハメドヨネ、チカラコウモウ、カネマル、ヒラヤナギと共闘。これにより鈴見太郎は悪用にも一段と磨きがかかり、完全に極悪路線へと進んでいった。ところが6月13日、試合中のアクシデントにより鈴見太郎の師匠のミサワが、急死した。小太郎はこれをきっかけに、今までのヒールファイトを封印し、ミサワのファイトを受け継ぐと、 天国の三沢と約束した。2009年12月23日、ムシキングテリーとの試合中のアクシデントにより、左膝前十字靭帯断裂及び、内側側腹靭帯を損傷した。それもあり、金丸と報じする GHC ジュニアヘビー級タッグ王座を返上した。2010年9月18日の大阪大会における8人タッグマッチにおいて、 金丸へのエルボー誤爆により、理想イを強制離脱、袋叩きの状況を、小川義成によって助け出され、以後は小川と共闘した。10月30日、塩崎強小川と共に、新ユニット、塩崎軍を結成する。そして12月5日、日本武道館において、V7 を目指した因縁の金丸を14分49秒、タイガードライバーで仕留め、 念願の GHC ジュニア王座を獲得。その後、2011年に入って、エリエドワーズ、平柳、中島勝彦、石森、マルウィン・ロデリック・ストロング、金丸を退けて7度の防衛に成功したが、9月23日に中島に敗れて王座から陥落した。2011年4月、反対性ユニット、ノーマーシーの対抗勢力として、 アンチノーマーシーユニオンを結成し、リーダーとなる。2012年12月、年内をもって、プロレスリング、ノア対談が会社より発表され、12月24日、有明大会を最後に対談した。2013年1月に行われた、月起集会で、小橋健太からバーニングを託された、秋山人志をリーダーに、塩崎、金丸、青木厚氏で再結成した。 1>, 1月26日、全日本プロレス、2013新春シャイニングシリーズの最終戦に5人で来場し、参戦を発表した。7月5日、全日本プロレスに正式入団。2015年3月27日、青木の持つ全日本の世界ジュニアヘビー級王座に挑戦し、ダッシュに成功した。しかし、同年11月に全日本との契約変更の、 内容を不満として、対談を、発表、12月6日のエディオンアリーナ大阪大に、競技場大会を最後に、世界ジュニアのベルトも返上することになった。2016年1月8日、ありわたる自主工業2ライブ、ワンダフルフレンズに参戦し、木藤雄二と金平大輔と久美佐の正し新田村和弘を相手に対戦を行った。1月10日、 レッスル -1 高楽園、ホール大会に乱入し、同日王座を奪取した、ヤマトヒロシの持つレッスル -1、クルーザーディビジョン王座に挑戦を要求した。2月10日、レッスル -1 クルーザーディビジョン王座全王者のアンディウーとシングルで対戦し勝利。ヤマトの王座に挑戦が決定した。3月13日、ヤマトの怪我による返上で、 クルーザーディビジョン王座決定戦を行いた中ると対戦死勝利。フリー転校後初の王座体感となった。かなりのガンダムマニアであり、自分の得意技の多くにガンダム関連の名前を付けている。上記のガンダム殺法を中心とした投げ技中心のスタイルで、また師匠である三沢の影響を受けたジュニアながら、受けを重視したスタイルでもあり、ミルマスカラスを意識したような一面をも見せる。 三沢市教以前のフィニッシュホールドは、ブルーディスティニーとエクスカリバーとレクイエムであり、鈴見太郎も、この三つの必殺技を駆使して三種の神技のように、していきたい。とコメントしていた。ありがとうございます。